なんだ、お前らも来たのか。よく会うな。何、北斗の会長さんからちょっとした要請があってな。でかい菓子が作れそうだから親父も張り切っちまってるんだ。それに佐伯ってのが例のボヤに関わってるならなおさらだ。ただまあ、お前らには借りもある。ここは譲ってやろう。なあ、この雑居ビルはうちの所有物件だからな。そいつがあれば部屋にも入れるだろう。まあせいぜい気をつけな。あの佐伯って男、この界隈で何度か見かけたことがあるが、やさ男風に見えてありゃかなりの修羅場をくぐってるぞ。遠距離恋愛中にはなるが、ま、付き合いは結構長いぞ。
条件は何じゃ？なんじゃ？もう終わりか。ゾクゾクするかも。はあ、正直ゾッとしねえな。そろそろオブジェの真下かな。ええ、かなり近いはずよ。
生きてるの？生き物の体内に飲み込まれたみたいな。血と肉、そして鋼の匂いか。さすがに黒すぎるってば。まさかここまでの迷宮が現世に顕現するなんて。ええ、想像以上です。一体どれほどのものが待ち受けているのか。今までと何も変わらねえだろ。あの先生の思惑がどんなものかは知らねえが、第二の最悪なんてもんは俺たちが叩き潰してやるだけだ。行くぞみんな。はい。
ゲットだ。アンカースライド。手に入れた。一気に駆け抜けた方が良さそうね。アンカースライド。